伊藤一式は愛知県稲沢市出身の元プロ野球選手、ユーチューバー。小学生の時に稲沢リトルで野球を始め、中学時代は父親が創設したヤングリーグ西終わりドリームスでエースとして全国大会に出場。高校進学にあたっては地元の私学からの誘いもあったが、愛知県では愛工大名電、中京大中京。 東方など一部私学が甲子園、出場下線状態であることもあって、甲子園出場を目指す本人の希望もあり、越境して、岐阜県立岐阜城北高等学校へ進学する。岐阜城北時代は一年秋からエースとして活躍し、夏の県大会では2年時の2007年に、準々決勝の清志小高校戦で、ノーヒットノーラムを達成し、チームの中軸打者として、 本類打も記録している。3年夏の県大会では4回戦で敗退。2008年のドラフト会議で中日ドラゴンズから2指名を受け11月30日に仮契約した。12月13日に入団発表され、背番号は18に決定した。2009年9月30日の読売ジャイアンツ戦でプロ入り初登板を果たす。この試合は、 辰波和義の引退試合であり、子供の頃からドラゴンズファンの自分にとって憧れていた辰波さんの引退試合が自分の初登板の試合になったというのが一番の思い出と後年語っている。直後の10月3日にはファーム日本選手権の先発投手として登板5回1、3を無失点に抑え勝ち投手となった。クライマックスシリーズでは 第5戦の9回に登板している。2010年は開幕ローテーション入りし、開幕3戦目の広島東洋カープ戦で、プロ入り初先発を果たす。4月4日には、阪神戦で、8回を1失点に抑え、プロ初勝利を挙げた。ただし次の巨人戦では、クイックモーションができずに簡単に盗塁を許し、2回、3失点でことなり2軍落ちした。その後は、 右ひーチずもあって一軍に戻ってくることはなかった。2011年は7月3日の巨人戦で同期初登板し、5回途中までを完全に抑えるなど7回、2、3を2失点に抑えて勝利投手となり、交流戦後初のチームのカード勝ち越しに貢献した。10月1日の阪神タイガース戦では急遽リリーフに上がり勝利投手になったが、2勝に止まった。 2012年は一勝に終わるも、クライマックスシリーズファイナルステージの第2戦に先発。巨人打線を相手に7回に3を2失点と高騰し、勝利投手となった。第6戦でも先発したが、1回1、3を5安打3失点で越され、日本シリーズ進出を逃した。2013年4月3日のウエスタンリーグ、広島戦での登板中、右肘に違和感を訴え、 4月9日に右ひ関節外即々副腎体損傷と発表された。オフにこの年のドラフト1位で入団した鈴木翔太が背番号18をつけることになったため65に変更した。2014年は8月に一軍に昇格。8月22日の巨人戦では中継ぎとして登板するも1回を1失点で敗戦投手となる。 その後は勝ち星こそつかなかったものの、6先発中4回でクオリティスタートするなどした。2015年は2試合の当番にとどまり、防御率も5点台後半と振るわなかった。2016年は7月29日の阪神戦で4年ぶりの勝利投手となった。しかし、防御率は6.05と振るわなかった。2017年は開幕を二軍で迎えるが、 5月2日に一軍に昇格し、リリーフとして0勝1敗9ホールド、防御率2.35という成績を残し、9月5日の巨人戦から先発に転向するも、9月23日の DNA 戦では8失点を喫した。2018年は中継ぎ投手として開幕を一軍で迎えたが、一軍では11試合の当番にとどまる。 2019年も中継ぎ投手としての起用を見込まれたが2月のキャンプ入り序盤に右ひいち痛を発症し別メニューで調整開幕後は4月9日2軍のソフトバンク戦でシーズン初登板故障再発を危惧し登板間隔を空ける慎重な起用方法となったが18試合に登板し防御率0.48と安定した成績で6月17日に 不調の田島真嗣に代わって一軍に昇格。翌18日の大西部戦で3番手としてシーズン初登板。しかし、1回1、3を被安打7、8失点という大炎上を喫する。この試合では先発のあちら拓馬も4回1、3を被安打10、8失点と炎上しており、チームは名古屋ドームワースト対の16失点を記録してしまった。 この1試合以降登板なく、7月1日に登録を抹消される。登録抹消後も2軍では、高投を続け、30試合に登板して1勝0敗、4セーブ、失点は5月9日の阪神戦の1点のみで、防御率0.29という格の違いを見せつけていたが、8月に右ひいの違和感が再発し、1軍最昇格は必ずシーズンを終える。 投球練習はできる程度ではあったが、右ひい痛に毎年見舞われていることから手術を受けることを決断し、10月17日に神奈川県横浜市内の病院で右ひい関節形成術を受けた。11月12日の契約公開では300万円ダウンの推定年俸1100万円でサインした。2020年は一軍での登板がなく、11月3日に 球団より戦力外通告を受けた。現役続行を目指し、2020年12月7日に行われた12球団合同トライアウトに参加し、三者連続三振を奪った。しかし、他球団から声がかかることがなく、12月18日に自身のインスタグラムで現役引退を表明。2021年2月27日放送の CBC ラジオ、 若狭圭一のスポーンにゲスト出演し、実刑が経営する不動産会社に1月から入社してサラリーマンとして働いていることを明かした。実刑からはメディアへの出演はどんどんやれと言われており、同年4月17日には YouTube での配信活動を開始、Spotify でのラジオ配信も行っている。ストレートの最速は時速1 5 3トルをマークし、変化球は スライダーとフォークボールを投げる。クイックモーションと故障の多さを課題としている。新人時代からイケメン右腕としてオフのイベントなどによく参加させられ、ファンから人気を博していた。その用紙を活かし、引退後に不動産会社に入社してからは、企業広告やモデルの仕事も始めているという、ありがとうございます。